日本とインドネシアの関係は第二次世界大戦後歴史的、経済的、政治的つながりは特に緊密なものに成長した。日本はインドネシアの最大輸出相手国であり、また国際協力機構を通じてインドネシアへの開発援助の主要な共有国である。日本にとってインドネシアは液化天然ガスなどの天然資源の死活的に重要な供給国である。 両国は共に G20 と APEC の加盟国である。今日、インドネシアで働く。日本人は1万千人に上る一方、日本では約2万4千人のインドネシア人が働いたり、訓練を受けたりしている。インドネシアは、東京に大使館を、大阪に領事館を設置している。日本は、ジャカルタに大使館を、メダン、デンパサール、スラバヤに総領事館を、 マカッサルに領事事務所を設けている。アジアの光日本、アジアの守り日本、アジアの指導者日本を主張する三英運動のポスター、日本軍によって訓練を受けるインドネシア独立派の若者17世紀初頭オランダ領東、インドに初めての日本人の移住者が住み着いていたことが記録されている。より大きな波は17世紀に到来し、主院選は 東南アジアで交易を開始した。また1764年から日本人漂流民の孫太郎がボルネオ東南部のバンジャルマシンで中国系インドネシア人の下男として暮らし、1771年にオランダ戦で日本に帰国している。明治維新の後、1898年のオランダ領東インドの植民地の記録には614人の 日本人が住んでいたという記録がある。1909年、日本人の人口が増えたため、日本はバタビアに領事館を設置したが、最初の数年間の人口統計はむしろいい加減なものだった。1920年代、沖縄の漁師が北スラワ市に定住し始めた。マナドには日本人のための小学校があり、1939年には18人の生徒がいた。 1938年、合計で6349人の日本人がインドネシアに住んでいた。1942年、大日本帝国は東南アジアに侵攻した。日本はオランダ軍を破り、現地のジャワ人の預言者によれば、解放のためにやってきた英雄として、インドネシア人に歓迎された。日本はまた、末期のオランダ領東インドのボルネオ島、ジャワ島、 スマトラ島、オランダ領ニューギニアの重要な油田地帯を占領した。日本人はインドネシア人の民族意識の覚醒を流した。これはインドネシアの独立支援という利他的な動機というよりは日本の政治的動機によって行われていたが、この支援は新しいインドネシア人の団体トスカルノのような政治指導者を生み出すきっかけになった。 インドネシア人の国家主義的な指導者の登用を通じて日本はインドネシアへの支援とインドネシア人の日本の戦争への徴用を続けようとした。インドネシア人が受けた日本による占領の経験は地域と社会的地位によって大きな幅があった。何千人もの人々がインドネシアから強制的に労務者として日本の軍事作戦に徴用された。西側の連合国軍との戦争で インドネシアの人々から軍事的支援を受けるため、日本は自主的に集まって結成された強度防衛義勇軍を含め、インドネシアの若者に軍事的訓練と武器を与え、インドネシア人による国家主義運動の促進を始めた。日本によるインドネシアの若者の軍事訓練は、もともとは敗戦による大日本帝国の統治機構の崩壊時に現地の支持を得続けることを期としたものだった。 しかしながら、後にこの軍事訓練は、1945年から1949年の独立戦争を経て、インドネシア共和国建国への大きな財産となった。1945年、日本は敗戦の危機に瀕し、オランダはインドネシアに植民地政権を再び建設しようとし、日本陸軍にインドネシアの法と秩序を保つために協力を求めた。日本人は、 自らの政権を樹立するための準備をしていた国家主義的なインドネシア人を応援することを望んだ。1944年9月7日、日本は戦況が悪化する中、小祖国秋首相は首相がこの約束を果たすことはできなかったが、インドネシアの独立を約束した。1945年4月29日、日本の占領軍はインドネシアが独立を果たすために、 日本人が組織した委員会であるインドネシア独立準備調査会を組織した。この組織は1945年4月29日、第16軍の司令官である原田熊吉中将によって創設されたものである。この組織を通じて、インドネシアの独立会議が準備され、日本の公式な支援を得ることなく、1945年8月17日、 スカルのハッタとインドネシアの若者によってインドネシアは独立を宣言した。約3000人の第日本帝国陸軍軍人はインドネシアに残ることを選び、現地の人々と共にオランダの植民地主義者たちとインドネシア独立戦争を戦った。そのうち約3分の1は戦死し、その多くはカリバタ英雄墓地に埋葬され、生き残った者は 戦争が終わった後もインドネシアに残ることを選び、彼らの一部はインドネシア独立の英雄として検証されている。日本とインドネシアは1958年に平和条約を締結し、国交を樹立した。1964年、アジアで初めて開催となる東京オリンピックへのインドネシア選手団の参加をめぐり、国際オリンピック委員会を巻き込んだ大きな問題となった。 1962年、ジャカルタで開催されたアジア競技大会と翌年の新興国競技大会をめぐり、IOC と対立。この結果、同国選手団は来日したものの開催前日の10月9日にボイコットを表明、帰国した。1970年代、日本の製造業者、その中でも特に電気部門、は、インドネシアに工場の建設を開始し、このことは、 新しい日本人移民、主に日本企業の管理者や技術者の波を奨励した。日本の自動車業界もまたインドネシア市場への展開を開始し、現在日本の自動車業界はインドネシア市場で最大の割合を占めている。同時に日本の消費者製品もインドネシア市場への展開を始めた。マラリ事件を起こすインドネシアの群衆。 経済のみを重視する当時の日本の外交方針は、インドネシア人に日本への不信を与えていた。しかしながら、日本経済のインドネシア支配は反対運動の盛り上がりにつながり、1974年1月14日から17日までの日程で、田中閣営首相がジャカルタを訪問していた最中の1974年1月15日、大規模な反日暴動が発生した。 この事件によって日本はインドネシアとの関係を経済的観点からのみ見る外交方針を改めることとなった。日本は相互理解の欠如が暴動が起きた原因と理解し、以後外務省などは日本文化とインドネシア文化を相互に学ぶ文化交流に積極的となっていった。この流れは福田ドクトリンとして結実し、後のインドネシアの良好な対日感情にも つながることとなった。1980年代から21世紀にかけて日本企業のインドネシアに対する投資は着実に増加化した。日本はインドネシアへの投資を特に自動車、電気部品、エネルギーと採掘部門において何十年も続けてきた。インドネシア共和国の建国以前から日本はインドネシアを天然資源の重要な供給源として見ていた。日本は 天然資源を必要としていたことは、第二次世界大戦に至ることになる難心をせざるを得なかった理由の一つでもあった。現在、日本にとってインドネシアは、天然ゴム、液化天然ガス、石炭、鉱物、紙パルプ、エビやマグロなどの海産物と、コーヒー豆の主な供給国である。伝統的に、インドネシアは、日本の自動車と電気機器の主要な市場とみなされていた。 日本企業にとってインドネシアは様々な天然資源の源であるとともに人件費を低く抑えながら製造するための人材の源でもあった。1200社以上の日本企業がインドネシアで活動しており、約30万人の現地人が雇用されている。主な日本企業の工場はジャカルタ市東部に集中しており、その中でも昔、シカラング、 カラワングと西ジャワ州に特に集中している。インドネシアに対する日本企業の直接投資の新しい傾向は収入、人口、消費者製品の消費の増加となって現れている。日本企業の直接投資はもはや伝統的な分野だけでなく小売やメディア、日用品の分野にも及んでいる。近年、日本のオートや吉野家、エビスカレーなどのレストランチェーン。 セブンイレブン、ファミリーマートなどのコンビニエンスストア、ソウオや無印良品、ユニクロなどのファッション、小売り、百貨店及び木の国や書店などが次々とインドネシアに出展した。対象製薬は最近、ブリストルマイヤーズスクイブのインドネシア法人を買収した。より多くの日本企業がインドネシア市場に参入するための投資を準備している。 これらの企業による新たな投資によっていくつかの日本企業は成功を収めている。味の素は5000万ドルをかけてインドネシアに新しい工場を建設することを計画している。インドネシアは東南アジア全体でも有数の後継気に湧いており、日本からの投資も2010年には7億1260万ドルであったのが2012年には25億ドルへと急増している。 マラリ事件を契機に、日本は友好関係を維持するためには、互いの文化を知る、文化交流が重要との認識を持つに至り、経済のみならず文化面での交流も加速していった。そのユニークさのため、日本文化はインドネシアで人気を博している。日本の伝統的な文化である着物、聖火、折り紙、侍などをはじめ、若者たちの間では、J-POP、漫画、アニメ、 ビデオゲームなどのサブカルチャー、家族や子供にはドラえもんなどが広く楽しまれている。一方、日本人はインドネシアの伝統的な文化であるバティック、ガムラン、ダンスなどに興味を持っており、バリ島、ボロブドゥル遺跡は日本人の人気の観光地である。インドネシアでは2009年現在71.6万人が日本語を学んでおり、日本語教育機関は1988機関ある。 これは韓国、中国に次いで3位の規模である。このきっかけとなったのは1980年代の日本企業の進出、日本人観光客の増加によるものであり、インドネシア人労働者にとって日本語の理解は大きな価値を持つようになった。インドネシアでは日本文化が流行しており、日本企業の投資や日本語を学ぶインドネシア人は年々増えている。 大相撲やアニメなど日本文化のイベントも開催されている。ジャカルタのグランドウィージャーやセンターとブロック M は日本食レストランや日本の輸入食材を扱うスーパーマーケットがあり、特にブロック M は居酒屋も多く、周辺にも日本食の強い店舗が集結しており、リトル東京として知られている。インドネシアの経済発展とともに日本を旅行する。 インドネシア人も急増しつつある。インドネシア人はムスリムが主なため、日本では彼らをもてなすため、イスラム教のハラールや、礼拝のためのセミナーが各地で開かれるようになっている。2018年5月時点での在日インドネシア人、留学生は6277人で、在日留学生総数の2.1%を占めており、留学生の国、地域別では、第7位となっている。 2013年にマレーシア人留学生を追い抜いて以来、インドネシア人留学生がイスラーム諸国のうちトップを占めている。スマトラ島沖地震で被害を受けた地域に救援物資等の輸送を行う陸上自衛隊日本はインドネシアに対して多額の開発支援を行っている。開発支援は国際協力機構を通して行われ、東南アジア諸国連合の中では、 最大の支援を受けている。近年は防衛関係の交流も増えており、自衛隊はインドネシア軍に対して能力構築支援事業を実施している。スマトラ島沖地震ではインドネシア側からの要請に基づき2005年と2006年に自衛隊が派遣された。海上保安庁もインドネシアの沿岸警備隊に対して定期的な協力、指導を行っているほか 2007年には武器輸出3原則の例外扱いで海上保安庁の巡視船3隻を提供している。ありがとうございます。